キレイエスクの紋章、キレイエフスクは、ロシアトゥーラ州の東部にある都市。州都トゥーラからは南東へ40キロメートル。西には、ボロホボの町が、東には、ウズロバや南には、ボゴロジツクの町がある。ウパ川の支流オレン川に沿う。人口は、2002年国勢調査では26,284人。 1989年ソ連国勢調査では3万503人だった。18世紀後半からコサックの村、キレイエフスカヤがあった。19世紀には村の近くで鉄鋼床の開発が始まり、トゥーラに集積する武器工場を支えた。ソ連時代の1920年代には付近の町同様に活端の採掘が始まった。炭鉱労働者が集まったことで、 村は拡大し、キレいえふかと解明されて、都市型集落となった。1956年にキレいフスクと改名されて、市となった。京では、周囲での活端採掘は縮小し、金属工業、化学、家具、食品、繊維などの工場が町を支える。町の周囲では、農業と活端採掘が主な産業である。町の1 0トル東には、 モスクワからボロネジを経て、ロストフナ、ドヌへ向かう M4 幹線道路が通る。最も近い鉄道駅は 20km 東のウズロバヤにある。ありがとうございます。